おはようございます。おはようございます。今日はですね、うちで挿し木をした、これ八つ草キハギっていうハギの仲間なんですけど、本当はね秋の初めに咲くはずなんですけど、この気候の変動は恐ろしいです。花芽が上がっちゃったんですね。これ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 、このつぶつぶが花芽なんですよ、で慌てて鉢上げをするという、はい、日常的な作業を、はい、よろしくお願いします。はい、これがね、去年刺したんですよね。春にね、鉢上げをしようと思ってたんですけど、忙しくてできないで、ちょっと本投げちゃったんで、今もう根っこがすごいことになってます。ちょうど丸1年ですね。去年の6月に刺したんですけどね。あんまり知らないんですけど、この八つ草キハギ。キハギっていう、今咲いてるのがあるんですよ。はい、紫の濃い色で、で、ハギですけど、6月に咲くハギがあって、それの、まあ、仲間でもあるんですが、これは紫じゃなくて、薄い紫と白の混ざりのようなすごい爽やかな色ですね。で、葉っぱがあの紫のキハギより小さい。で、ハギっていうのは普通一回枯れ込んでまた出るんですよね、はい、意外と草に近いんですけど、これはキハギなんでちゃんと木になって残る。キハギの場合結構太いのもありますよ。キハギって木は木になるっていう意味ですよね、うわすごい。これはダメですね、根っこ切れないから。こういう風になっちゃったらまずこうやって、で とりあえず根っこは切ってしまいますので、ここの下をね、お皿をね、根が張りすぎてる場合はこうやって下を取っちゃうんですよ。これもう本鉢に入れるんですね今日。そうですね、もう本鉢で結構です。花が咲いちゃっても咲きますからね、はい、春先だったらポットにね1本ずつ植えて、で花芽が確認されたら鉢上げしたりするんですけど、もう遅いですから。でこういうふうにやるとほら取れた、はい、こんな感じでバラバラって取れます。どんなのが出てくるか。挿し木なんでね、太い根だったらもう切っちゃって大丈夫です、今の時期はもう挿し木ができますので。これが盆栽になるんだ。盆栽になるっていうか添えになるっていうか、添えですよね、やっぱ萩ですからね。今本当は 9月に咲く、去年まではね早くて8月の終わり。で夏に咲くんだ。じゃあ、この感じだと萩って大体ほら秋の初めに咲くって、いうことなんですよね、萩の場合ね。だけどおかしいぐらい早く花芽が上がってしまったので、普通もっと伸びてから一度切り込んで、2番目で花を短くつけるのに、短いまんま花がついちゃった。いろいろ出ましたね、こんな感じ。どれもこれもね、一応ポットにあげればあれですけどね。豆盆栽の添えになるとすると、結構枝分かれで刺したんですね。そうですね、一本のもありますけどね、こんな感じ。これこれかな、これとか。これだとこっち枯れてるからね、これなんか一本上でいけます。クイッと曲がってますからね、しかなこれまだね花芽上がってないね。とか花芽も見なきゃいけない。まあでも上がりますよ、ちょっとずれてもね。これ花芽ありますね、はい、これ花芽、これ花芽完全にありますね、ね、これもあります。だこれとこれかな。これね、去年の枝枯れすんですよね、ほらこれ、これ去年の花咲いた枝ね、こういうふうに枯れ枝必ず、萩は必ず出ます。あんま気にしないで切ってください。でこれだと元のところから吹いてますから、これ座をつけるか一本にするかだな。この根っこを生かすんならここで埋める、この方がいいかもしれないな。一本木にしないでこの根っこを太らせて、ここから株立ち風に、する。これはね、でこっちは一本木にする。これもよくで、この場合ここに根っこあるからこれはいらない、一本にするんでね。上の方の根を取って、
得があるからってことですかね。そう、そうですね。こんだけ根っこあれば、あの挿し木の時期ではあるので全然平気です。こんだけあればね、はい、もうあの枯れることはないと思います、うん、どういう風に植えるかだよね、うん、これ実はなるんですか。実はなんない。萩は、うんうん、萩は咲くだけです。八つぶさきはぎで検索しても出ないと思うんですよね。多分名前が違う、うん、売ってる時の名前をそのまんま私は使ったけれども、萩の辞典かなんかあればね、萩がすっごい種類が多いから、もう名前がもういっぱいあるから、そういう辞典がない限り、あとはあの検索で花写して検索するやつあるじゃないですか、はいはいはい、あれで出せば出るかもしれないね。じゃあ鉢を考えましょう、はい、鉢はね、これはね小さいですよ、相当小さいですよ。これいいかも、はい、こんな感じ、うん、分かる、こんな感じ、意外性があっていいかも、うん、これはちょっと高級すぎんだよ。高級すぎるね。合うけどね、これすごく合う。それは止水鉢、止水鉢ですね。これはすごく合うけど、ごめんない、もうちょっと根が出てからの方がいい。これも合うけど、意外性、さあどうしよう。はいはい、でこれでいいんじゃないですか。それでいいですか。意外性あって、うん、意外性、はい、じゃあこれで、こっちが高級すぎちゃう、うん、まだ ね根がねしっかりしてないのにね。これ派手ですね、こっちです、うん、はい、じゃあこれとこれで、はい、あんまり派手だとね、うん、あれなんて、植え替えはいつも通り、うん、同じですけど、うんうん、この根っこのない状態で、うん、仮にね。本当はね、もっと根っこ出してから生鉢に植えるのが正当なんですけど、うん、どうしても飾りがないとかそういう時に、まだ先ですからね、まだ9月なんで、9月っていうかあれか、花が咲くの、こうつぼみが出てても咲くのはもっと後です、うんうん、1ヶ月ぐらいかかる、はい、この状態から咲くのに、うんうん、ということで1ヶ月後に根をしっかりさせるために、はい、編み止めましたね。その場合あれですかね、一回普通のポットとかに植えて、普通はね、うん、そう、普通はそうなんです。根を作ってからってことですよね、うん、そうそうそう。だから今回挿し木を使うするときに使うオキシベロン、オキシベロン原液、これを使いましょう。根促進剤、ね、そうです、根促進剤なんで、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとしっかりさせるために、今度はこっちじゃなくてこの細かい方ね、細かい方入れます。このくらいね、こっちもこのくらい、あ、ちょっと入りすぎた、こんな感じかな、ね、ちょっとちょっとです。これね、止められるかなってやつですよね。これが根っこがほら、うん、ここにあんの取っちゃったからね、かわいそうだね。これ発根促進剤、まだ出ますからね、こう、1、2、3、4、5、はい、5秒で結構。これをこう入れて、こっちが前だから、ここか。この場合は、胴巻きって言って、根っこに引っ掛けられないので、いつもの U の字が使えないんですよ。だから、まあ持ち上げてやりますね。ここに巻くんですね。付け根に、うん、巻いちゃうの、うん、アルミ線を。一周巻いてない、うん、一周はちょっと巻かないですね、うん、あの一周巻くと食い込んじゃうんで、こう、うん、ちょっとちょっと残す程度、はい、8分目巻きですか。それでこう押さえる、抜けないようにね。これあの根っこのない木でよくやるんですけど、はい、これでもね結構ね、動かなければ新しい根がね出ますから。ここ見えるかな。ちょっとちょっと巻いてあるでしょ、はい、ちょっと巻いてますね。そうそうそう、あとは土を入れてやって、まだ発根しますから大丈夫って感じですか。咲いてからが見ものなんだけどな。ちょっと酔っちゃったかな。難しいですよね、うん、咲いてからって感じがね、想像つかないからね。これでちょっと寄ったな、うん、胴巻き難しいですよ。根がねもうちょっと生えてきたら、ちょっとこっちへずらすことはできます、はい、今触れません、うん、これが花になるんですけどね、はい、ここにね、こっちも成長すると
出てきてるから、うんうん、もうちょっと出ます。ここに薄紫っぽい花が咲くと、うん、そうですね、と添えですね、完全にね、うん、秋の展示がある方は。ただそれまでに咲いちゃうかな、今6月ですからね、うん、真夏に咲いちゃうのかな。もう今植えとけば花あと1ヶ月後ぐらいですからね。今度はこれはちょっとつけとこうか、グッと押さえます。これは難しいぞ、どこに引っ掛けるかっていうのが問題なんだよ。やっぱ豆盆栽より器用な人の方が向いてるんですかね。え、細かい作業細かい作業なんで、うん、指先が動かないとできません、うん、あ、止まった。そうそう、缶みたいなとこもあるんですよ。あ、ここで大丈夫みたいなね。一応止まりましたね、はい、こういう状態です。で動かないようにちょっと押さえておいて、まあ、でも慣れだからね、細かい作業好きな人多いんでね、うん、こっち前だな、ちょっと足の位置がずれました、こっち前だ、まあ、それ勘弁してもらおう、はい、そこまでできないですよ、このぐらいのやつだと。これでいきます。ジューってやってよいしょ。で一応ね、これでね、これがもうちょっとこうなるといいんだよね、うん、これで引っ張っておけばいいんだけどね、手でやってるだけでも曲がります、はい、こっちが前ですね、うん、足がちょっとずれましたけどね、こんな感じかな、うんうん、まあいっぱい刺してすぐ鉢に入る形っていうのはそうそうできないんですけど、うん、まあこれでも残りのやつをポットに植えて剪定してもうちょっと根が張るし、もうちょっと太りますから、はい、そうするとその1年後は綺麗に生鉢に入っていくと思います、うん、別に萩だけじゃなくて他のものでも全部ポットにあげるか鉢に入れるかの違いですから、うん、他にも秋花が咲くとか実ができるやつは今の時期に分けといた方がいい。本当は春先に新芽が吹いた時に根も整理してきちんとポットに入れるのがベストなんですけど、やり忘れたか出なくて忙しくてできなかった場合、今ギリギリ、なるほど、あの梅雨に入るか入らないかぐらいだと挿し木がつくってことは、挿し木でついてる種類っていうのは根がちょこっとあればそれでいいわけですよ。これからバッと増えますから、だから作業を忘れた方は今すぐに6月いっぱいですかね、まあ、あの梅雨明ける前に終わりにしないといけません、はい、もう7月半ばから8月いっぱいは植え替えはできませ ん, できません。そしたらもうこのままずっと置いといた方がいいってことですね、うん、もう1年。そうですね、あとはもう刈り込んで形を一本一本見ながら刈り込んで、うんうん、土鉢のまんま据え置きで秋にできる、はいはい、9月の、あ、秋にもできる、うん、秋も暑いからね、秋の終わり、いや9月の終わり、ちょっと涼しくなってきた頃に、うん、もう一回、そうもう一回挑戦できますね。だから3月と6月と、まあ、5月でもいいんですけど、終わり頃なら9月の終わりか10月の頭ぐらいにできます、うん、植物触れるのはその時期ですね、うんうん、なんかあれですよね、心拍なんか1年中できそうだけどね。そうですね、うん、結構まあできる、やろうと思えばできるみたいなところが結構あるじゃないですか、盆栽って、うん、盆栽屋さんって結構1年中やるじゃないですか、うん、失敗してもやります。だから結構コメントとかでね、こんな時期に植え替えいいんですかみたいな、よく来るんですけど。そうなんですよ、そうだからそれはね、管理、うん、管理がいいか悪いかなんですよね。それはしょうがないんですよね。だから自分で管理に自信のある方は結構やっちゃいますよね、うん、僕も結構気にせず植え替えしちゃうこと多いですね。当然に管理しとくんで管理がちゃんとしてる人は当然に置いとくから、それずるいんですねずるですそれ管理しないってやつですよね、しょうがないよね。これでちょっと止めておけば、はい、このくらいで、うん、かわいいですね。咲いたらすっげーかわいいですよ、別人のように想像がつかないでしょ。つかない、そうちょっとしだれみたいになるんですか。ふわーっと咲きます、うん、もっと伸びますよ、これシューってシューって、そんな感じですよね。そう、下がるんですよ。だからね、添えでこう
ジータのところにパーってやるとかね、うん、素敵、長めにしてもいいですよこれは。というわけで、はい、挿し木が、うん、どういうわけか聖鉢に入りました。でも1回は土鉢なりポットに植えてからの方が楽です、うん、今回、ね、たまたま花が上がってしまったので即興でやりましたが、はいはい、咲くの1ヶ月後なんで、うん、それまでに根がだいぶ張ると思います、はいはい、萩お試しください、はい、寄せ植えもできますよね。できます。寄せ植えするときなんか注意するとことかやり方っていうと、ラバヤでしまって同じ方向にやるか、あ、流れをこうやるか、あ、うん、それはもう寄せ植えにするんだったら毛と土で作った方が苔玉っぽく、まあでも束ねてってことですよね。そうですね、うん、真ん中からこう出すんですけど、植えてラワイヤで縛るよりは、うん、あ、毛と筋で縛るというか、ギュッと、うんうんうん、の方がかっこいいのができる。あ、そうですか、うん、だってすぐ咲いちゃうから。ほら、そうか、ラワイヤが残っちゃう。2年3年縛ってかっこよくするっていう種類ではないので、で枝枯れしますから、はいはい、いくら作っても来年違う形になっちゃうんで、ハギは半分草ですから、うん、だから自然の流れに沿わせて楽しむので。なるほど、うん、縛ってかっこつけてもどうかな、その時にかっこよくして、でまた自然な形。うちだったらケトで寄せて、うん、ケトでも全然こいつは平気、松とかじゃないんでね、うん、水はけあんまり関係ないから。そうするとこう流すかこう流すか、うんうん、あと上から下にこうやっても面白いので、石突きなんかでもケトで丸めといてピッてくっつけて、で苔で押さえちゃえばできます。なるほど。挿し木でいっぱい増やしたのはね、そういう風にやってもいいかもしれないですね、うんうん、いろんなの作れる。そうですね、そうそうそう、でサイズもね、いっぱい入れて大きい薄い鉢にこうやってもいいし、はいはい、ちっちゃいのにこうやってもいいし、うん、いろいろできますよね。まあ、はい、こんなに刺す人いないでしょうか、うん、皆さん 4,5 本でしょ刺してもね。まあでも僕バラとんでもない量になっちゃいました、挿し木してたら。はい、バラ100パつくんで、バラが本当とんでもなくなったんで、まあ、ちょっと参考にさせていただいて、はい、やってみようかなと思います。うちは引き取りますよ、引き取る、はい、増やしたら、はいはいはい、お知らせもないですか。知らせは富士の市、富士の市は6月の29、30大号ですかね、はい、最終土日かな。暑いんでね、お客さんいらっしゃらないんでね、うん、私らもね、何しに行ってんだかよく分かんない。水をひたすらやってます、うん、1日5回ぐらいやらないと、ものすごいアスファルトの熱で乾くんで。まあでも夜までやってますもんね、9時ぐらいまでやってますよね、確か8時、うん、大体8時かな、うんうん、まあ、夜ね、夕方からね、ふらっと土曜日なんかなんで、うんうん、涼しくなってから来る人多いですよね、はい、あんま混まないんでお話もゆっくりできるし、鉢も結構いろんなの持ってくんで、鉢談義もできるし、はい、苗木もいっぱい持ってきます、はい、こちらも、はい、それもこれも今から残りを全部ポットに入れますので、はい、まだだいぶあるからね、2週間あればね、安定するかな、うん、はい、はい、そちらもよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。